2024年11月18日、遠くにこんなスレが立った。少子化なのに、不登校激増の異常事態、無理して通わなくていいは正しいのか。不登校はなぜ増える？早速スレを見ていこう。筆者自身が小学校や中学校に通った頃、昭和50年代に比べると、現在の教育現場は、児童生徒に対してはるかに優しくなった。当時は、宿題を忘れただけで体罰を受けたこともあったし、いじめのようなことをされて先生に相談しても、男の子なんだから強くなれでおしまい。給食を残すことは許されないため、嫌いな椎茸などは、吐きそうになりながら私は飲み込んでいたが、嫌いな食べ物が多い子は、午後の授業が始まるまで給食を下げることを許されない、ということも珍しくなかった。また、私は小児喘息を抱えていたので、冬場の体育で走ったりすると発作を起こしがちだったが、相談しても一切配慮されず、発作を起こし、呼吸が止まりそうになりながら走っていた。当時も、その昔に比べると教師の威厳が失われ、児童生徒の友達みたいになってしまったと指摘されていたのだが、それでも教師たちは児童生徒を、怒鳴ったり、時に体罰を加えたりすることも含め、今に比べるとはるかに厳しく導いていた。私が小中学校で日常的に受けていた指導には、今ならパワハラやモラハラとされるものも多いと思う。現在は、一部の部活動などでパワハラ指導が問題化することはあるが、子供たちを肉体的、精神的に追い詰めるような指導は避けるべきだという意識は、学校現場に周知されている。それはいいのだが、子供が少しでも、厳しいと感じる指導は、すぐに、パワハラだ、モラハラだと指摘されてしまうので、しばらく前から小中学校で、厳しい指導が全くできないと、よく聞かされる。教室での大きな声や音に耐えられない子供が以前より増えている、と指摘されているのは知っているし、確かにそう感じます。でも、大声で騒ぐような子供を厳しく指導することができなくなっていて、そういう環境が嫌いな子供にとっては、教室の環境は悪くなっていると思います。また、私たち教諭は、子供の意思をできるだけ尊重するように指導されているので、何かが嫌だという子に、無理にさせることがしにくい。嫌なことにも耐えるように、という指導ができないのです。どうしても耐え難いことに、耐えるように指導する必要はない。椎茸が嫌いな子に無理に食べさせても、ますます嫌いになるだけだろう。でも、やらなければならないことはあるし、耐えて乗り越えなければならないこともある。自分で自分を律する方法をまだ知らない子供に律し方を教えるのは、教育の責務であるはずだが、今の教育はそれを避けている。その姿勢では、子供は学校で少しでも嫌なことにぶつかれば、すぐに通いたくなくなるのではないだろうか。多分違う。うちの娘が不登校になった時は、学校もちゃんと対応してくれて、友達も何度も来てくれて、午後行ったり修学旅行は行ったり、いじめもない学校も問題ない。親も散々怒って、朝も早から起こそうとして、ネットを完全に遮断したら学校行くようになったよ。半年まともになるまで戦いでした。一番の原因はスマホだと思う。だから既存学校オワコンなのさ。フリースクールをたくさん購入して生徒に行く小学校や中学校を選ばせるべき。それと義務教育廃止と学校には通っても通わなくてもいいごとに改正するべき。無理して通わなくていいと、子供を休ませるのは勝手だが、代わりに親が教育を施さなければならない。それすらしないのは児童虐待だ。無理して通わなくていい、が、間違ってるに決まってるだろ。ちょっと考えたらわかるじゃん。こんな調子で会社辞めていくの？仕事なんかなくなるよ。生きていくことしたらできないよ。昔、貧しかった時代、選択肢が少なかった時代、親や自分より、年上の人たちからしか情報を手に入れることができなかった時代の、子供は、目も当てられないようなこと、押しで貸す子が多かった。だが、これが少なからず自立心を養う手助けにもなっていたし、親や周りの大人たちに迷惑をかけながらも、人生の免疫力、を、養う機会に恵まれていた。手に負えない動物みたいな子供、親は支援金や養育拒否、を集める学校があってもいいなとは思う。今って、公立小学校にひまわり学級、特殊学級、ってないんかね。もう義務教育なんかやめちまえ。義務教育受けたはずの人間が東横だの闇バイトだの意味ある？正論。正論ではない。構造上貧困層は汚い手を使わないと、成功しないようにされてる。教育を諦めたら東横や闇バイトでは済まなくなる。スマホで忙しいのに学校なんて言ってる暇ないわな。スマホ、ネットの方が学校なんかよりはるかに学べるからな。学校オワコン。大人になると人生は、七転八倒になるのにね。会社のがハードモードなんだけど、このざまじゃ無まらんだろうな。大きい声が苦手で教室にすら入れない子がどうやったら社会を生き延びるのか興味ある。大人になったら逃げられなくなるのに逃げ続けて、ニートにでもなるのだろうか？知ってる生ポウケながら異性はべらせて音楽作って晩年妖怪人になるんだろつべでもやりながら。
なぜ行きたくないのか理由を突き詰めて考えなきゃいけないよ、本人も学校も。まあ学校行きたくない一番の理由は勉強についていけず、運動も苦手で学校での居場所がない。自分はなんだかんだ色々あったが学校は楽しかった。勉強も運動もまあまあできたから。ユタボンみたいにどこかで覚醒したらいいんだけどね。やっぱり学校行こうかな。で、今は高卒資格取って大学行こうと浪人してるだけで高校も行ってないようだが、その程度が覚醒なのか。麻生太郎議員が言うように義務教育から中学を廃止して小学までとして、12歳から自由で職人や大工や料理人などに修行で就職してもいいとか、今ならアニメーターに就職とかでもいいかも。今の学校制度はオワコン、義務教育オワコン。そういうのは格差をなくしてからええ。能力によって格差があるのは当たり前だろ。東大卒と中卒が一緒だったら驚きだわ。もともと横並び一直線でスタートして、能力や才能、努力の差で1位とビリが決まるなら、頑張った子を褒めてあげることに異論はないけど、実際、世の中ってあまりに不公平でしょう。誰もが羨む家庭に生まれ美人で、学習意欲さえあれば何百個も選択肢を与えられる、何にも束縛されずに思う存分努力できる恵まれた子がいる一方で、公衆便所の便器で生まれ、黒いポリ袋に投げ捨てられ、生きることすら叶わない、選択肢がない子だっている。誰がどう見ても不公平な現実はあるわ。ゴールまでたった1メートルという恵まれた子供と、100キロハンデを背負わされて走る子供、後者が仮に普通以下の生活しかできない大人になったとして、それを責め叩く資格は社会にあるの？最低限の生活すら与えられなかった子供が、恵まれた環境の子に追いつけなくても仕方ないと私は思うよ。甘えているのはむしろあなたのように確率的な見方しかしない大人だよ。定義によって考え方は無限に変わるのにな。いや、そういう国じゃない国が存在してればわかるんだけど、そんな国はないからね。耳を押さえ目をつぶって部屋から出ない方がいいよ。つまり能力じゃないだろ。環境が全てだろ。環境は大事だと思うが全てじゃない。お前の理屈だと環境さえ同じなら無能も有能になる言い草だな。同じクラスで似通った環境でも無能が大半なのはどう説明するんだ。いつかは我慢を覚えないといけないわけだが。学校が合わないからってどこかの職場が合わないとは限らない。本人にとって学校は苦痛でしょうがない。行く意味をかけらも感じられない場所だったけど、どこかの職場はぴったり合ってずっと勤め上げるということもあると思う。公立の特に小中だとマジで信じられないくらいアホなやつとか知能に差がありすぎて会話にならないやつとかいるもんな。高校、大学、就職と進んでいくとある程度の幅に収まっていく。少子化の原因はこれだけどね。子供作ったら自分の時間がなくなる。わがままが許されてきたから大人になってもわがまま。少子化の原因が学校の存在だけどね。学校というあんな偽善の醜い場所に子供を通わせなければならないかと思うと、子供は育てたくない、産みたくないとなる。現行義務教育の学校廃止とかフリースクール公認を増やし、もっと多様な学校を作るとか、学校に通っても通わなくてもどちらでもいいという社会認識に変えるとか、そういう政策を取れば少子化も大分改善される。ニートになるかもしれないし、エジソンになるかもしれない。それくらい学校は偽善で無意味で空虚な場所ってことよね。学校オワコン、不登校生徒よりまず学校そのものを社会問題として廃止しろよって感じ。学校にすら通えないでこの先どうするんだか。東大卒や京大卒でまだ若いのに怠って人もおれば、肩書き中卒実質不登校でも社会で働いてる人もおる。学校なんてものすごく狭い世界でしかない。社会には学校合わなかったような人でも会う場所ってのがある。学校の方こそオワコンだから廃止して、ネット授業のみ独学のみで十分よ。引きこもりが増えるわけだな。ええやん別に。10代の死因1位は自殺だが、自殺者が増えた方がマシだと君は言ってるんだね。引きこもりを叩くだけで当然自殺は増えるわけだが、引きこもりかどうかじゃなくて生活保護を受けてるかどうかで語れば。生活保護受給者の存在を社会は肯定してるのだから、引きこもりだかニートだか知らんけど、非生活保護の無職なんて何の問題もあるはずがなく、社会問題になんて本来なりようがないじゃん。引きこもりとかニートとか無職を叩いてる人って頭悪いか性格が悪いかでしかないよ。生活保護受けてなくて犯罪者じゃないなら無職でずっと生きてたって何の問題もない。問題だというならまず生活保護制度自体を廃止してからだ。生ポかどうか犯罪者かどうかでしかない。我慢が足りない。全学校廃校で解決。学校オワコン、学校の方が不登校より悪いのが現実。昨今の SNS 事情で色々と変わったからな。それは子供だけじゃなくて学校側もそうで、全体的に窮屈になってる。昔はそこそこの高校でも例えばテストって使い回しで、上級位から去年の回答もらってほぼ満点。センターとか大学入試もなぜか全く同じ問題を事前に出す塾とかあって、割と簡単に一流大学に入れたりとかあったけど、今はそんなことしたら即バレて全国に露呈とかで、毎年テスト内容変えなくちゃいけないとかで、教師も窮屈になってるし、学する通り道がほぼゼロになったので生徒も窮屈。ランドセル8万円、教科書代、給食代、修学旅行積み立て、おねだり iPhone 代、キリがねえから学校行かない親大賛成。
ここにいる学校に行ってた奴らがこのざまだもんな。ほぼクズ。つうか、学校行ってるほど他人の家庭環境とかと比較してしまって、自分自身の価値観って形成しづらくなるのよな。意外と YouTube とかのコメント欄見てると、引きこもりっぽい奴のが自分なりの価値観形成してるの見て取れる。まあ自慢する相手がそもそも現実にいないからってのもあるんだろうけど、SNS で誰かが何かを自慢してても、それを真似したいって気持ちがそもそも湧かないって語っていないから自慢する相手。なんでさっさとオンライン授業にしないの？何のためのタブレット？オンライン授業もいらないけどね。リアルタイムで一緒に同じ授業を受ける必要もなくて、動画の方がいいよ。そうですね。とにかく不登校叩いて学校行けとかほざいてる奴らこそ悪人。学校オワコン。不登校というよりも、もう学校をなくすべき。スポーツをする場、同年しろと友達になれる場があれば、それだけでいい。勉強なんか個人で動画でも見ながらやった方が10倍効率いい。強制論。不登校が悪いんじゃなくて学校と教師と日教祖の存在が極悪だよね。もう年間出生数0でええやん。日本が滅びようがお前らも俺も生きてないんやから。日本がなくなってもそんなに困ることないし、どうでもいいわ。子供もいないし。闇バイトが悪と判断もできないアホが量産されていく。学校行ってる奴らの方がな、闇バイトとかいう犯罪やった奴らって大卒も高卒も義務教育以上の余計な学校にまで通った奴らが多数派なんじゃないの？本当に闇バイト犯罪者は不登校実質中学も小学も通ってなかったみたいなエビデンスなんてあるの？不登校は将来ろくな大人にならないぞ。大卒や東大卒でもろくでもない大人っておるので、学校通ってたかどうかなんてさまつなことでしかないですね。学校をいいところだと勘違いで思い込みすぎ。学校は悪いところ、むしろ行かない方がいいところ。学校オワコン、YouTube 動画見まくってノートにペンで独学の方が学校通って学校教師なんていう、最低最悪生物から習うよりはるかにいい勉強ができる。無理して通わなくてもいいけど、無理してでも通った方が得られるものは多い。時間は有限。この発想、価値観、甘えが日本衰退の原因そのもの。時間は有限だからこそ、効率性や目的をしっかり具体的に考えなきゃいけない。無理したら、我慢したら、報われる、何かを得られるなんていうのは単なる甘え。人間は全員が優秀で、皆漏れなく合理的、じゃねえんだよ。まずはそっから勉強してこいていのう。いえいえ、違いますよ。有能じゃない人にとってこそ有効な方法ですよ。救急がわからない生徒にとって方程式の授業を強制的に受けさせられるのは、完全に無駄ですからね。一斉授業でなく動画授業なら、救急がわかるまで救急の勉強をできるんです。日本教育は我慢することが正しいことだと教えてしまう。我慢は悪なんです。我慢をしなくてもいいようにするためにイノベーションが生まれてるんです。我慢しなくてもいいように、っていうか楽をするためだろ。楽をしてはいけない、っていうならじゃあお前車乗るな歩いていけよって話であって、楽をしてはいけないから修学旅行は東京から歩いて北海道まで行きます、とかやるのかって話だけど、教員とか親だって自分はそんなのしたくないっていうだろっていう。まあ教員や親も子供に楽をさせたいという気持ちは同じなのかもしれない。真面目に学校に行って、真面目に勉強して、真面目に大学に行って、真面目に就活して、真面目に定年まで働く。これが今までは一番楽な道だったのは事実だからね。それが今は変わったということ。勉強なんか学校に行かない方が効率的にできるし、学校なんかに行かなくてもマイナスにはならないし、真面目に仕事してるだけじゃ評価されないし。私たちは強制的に、競わされている。私たちは勝手に、優劣をつけられている。私たちは一方的に、待遇に差をつけられている。意図的にいじめ側といじめられる側に分かれるように仕向けており、いじめられたくなかったら金を使えと促されている。結論、私たちはいじめが起きる構造の箱に閉じ込められているモルモットであり、富裕層の稼ぎに利用されている。あなたは競争がなくても頑張れますか？一生懸命働いても働かなくても、給料は同じで、あなたは一生懸命働きますか？起業をして大成功しても、従業員と同じ稼ぎなら、あなたは起業しますか？競争がなくても頑張れる人はいるし、そういうタイプを増やすべきだと思うし、そういう人間こそが私は真に能力の高い人間だと思ってる。負けたくないから、勝ちたいからって思考に支配されてる人間ってのは動機がそもそも弱だから平気で汚ねえことやってんだろ。だから不幸が生み出され続けてるのよ。あのね、みんな少しでお金を稼ぐために一生懸命働いてるの。仕事は遊びじゃないの。勉強なんて YouTube を見れば、学校の教師の授業よりもはるかにわかりやすい動画が山ほどある。質問なんてチャット GPI に聞けば、学校の教師よりもはるかにわかりやすく答えてくれる。学校は勉強というより社会に出る前のコミュ力を養うためのものだと思ってたな。カースト社会でいかに生き抜くかを学ぶ場。コミュ力を養う場は別で作ればいいだけですよ。だって学校にいる時間のほとんどは黙って座って授業を聞いてるだけなんでね。部活や文化祭を充実させれてコミュ力を養えばいい。
そのためにも勉強なんかは個人で動画でも見て効率的に済ませるべきなんです。カースト社会でいかに生き抜くかを学ぶ場、それと同時に、それがいじめの原因にもなっています。どちらにしても誰かに与えられた場だからな。社会に出たら自分で動かないといけない。そういう意味でも未成年時代は強制的な学びになるんだよ。未成年に強制的な学びを与えるのはいいと思う。だけど、それはテストでやればいいだけ。この科目で何点以上取らなければいけないっていう強制。だけど、その学び方を一斉授業を受けるというやり方に強制する必要がない。それは単なる非効率になるだけ。人それぞれ勉強の深度もレベルも違うわけでね。それは有能な奴に限って有効な方法だと思うけどな。無能は少々辛い思いしても周りについていく経験をしとかないと、さっき書いたみたいに親に生活保障させる生活になる。まあその親に捨てられたら税金で面倒見ることになるわけだけども。いえいえ、違いますよ。有能じゃない人にとってこそ有効な方法ですよ。国がわからない生徒にとって方程式の授業を強制的に受けさせられるのは完全に無駄ですからね。一斉授業でなく動画授業なら、国がわかるまで国の勉強をできるんです。やむを得ない事情があれば無理に登校する必要はないってのが、行きたくなけりゃ行かなくて良いにすり替わってるからな。本人の将来を考えたら無責任というほかない。逃げ回ってたら大人になって自立するまでの間のどこかで壁にぶち当たるからね。基本的な計算問題は解けるようにならなければいけない。基本的な生物の構造などは理解しなければならない。基本的な歴史は理解しなければならない。基本的な社会の仕組みは理解しなければならない。それは強制してもいいと思います。だけど、そのやり方として学校で一斉授業はあまりに非効率だということです。勉強なんてものは知能の成長とともについてくるのでわからなくてもいいんだよ。問題は社会生活。そこから逃げることを早期に覚えてしまうと取り返しがつかなくなる。働けばよくね。その通り、働くのが一番いいよね。もう日本は貧困国なんだから、義務教育なんてやめたら？貧困国は貧困国らしく、幼少から働いていいんじゃないか？それが幸せな子も結構いるかもって思っちゃうな。金持ちの子供は、私立に入れられ英才教育を受けるのよ。子供も頃から選別されてるってわけ。ふざけてるよね。私立だろうが日本の大学なんて、ほとんどは遊びに行くようなもの。いずれ日本は優秀な中国人に駆逐されるよ。中国の英才教育は日本の比じゃない。北京大学や清華大学出ても就職先ないってのが今の中国だからな。遊びでいいんだよ。本当の目的は、人脈、コネ作りだからね。一度逃げることを覚えてしまった人間は逃げ癖つくからな。我慢しなきゃならないことは我慢すると教えるのも教育と思うが。ライオンからいつも逃げてるシマウマにお前が一言、おい、逃げるな。逃げ癖がつくぞ、シマウマ。いや、逃げ癖つけないと死ぬんですけど。実際には周りはライオンばかりではないし、逃げた先にも草は生えてないからいずれ死ぬって話なんだけどね。12年間通って、英語一つできなかったよ。学校は無駄な勉強が多すぎる。不必要な勉強を強制されてる。時間が無意味に奪われてる。その12年を一つのことに使えてたら誰だって天才になれてると思う。学校ってのは弱い者いじめしてる奴らだけが楽しい空間だよ。天才はそれも軽々こなせてるから。はぁ？君らはほんとゴールポストを動かさないね。いじめられてた知人がいて、不登校は許されず親から学校に行けと言われていやいや通ってた家庭があったな。そいつが大人になって、ちゃんと働いて稼ぐようになったら貧しい親を切り捨てた話を聞いて、親側はどうすれば正解だったのか考えちゃった。ただ単に行けって？何で学校行く必要があるかとか社会に出てからどうするとか向き合って話し合わなかったのか？そら捨てられるわ。クソみたいな感触指導のおかげで俺は小学校、幼稚園は校庭で遊ぶ、ということもほとんどできない辛い生活をしたよ。友達も作りにくかったし、随分それでいじめられたわ。間違いなく今の性格に悪影響を及ぼしてる。俺の自己肯定感が低いのはこの経験も間違いなくある。なんで給食食べられへんかったん？小食だった。本当に無理だった。毎日毎日給食時間が終わるまで教室に一人ポツンと取り残された。あのクソ教師の顔は絶対忘れん。もう40超えたけどな。いじめっ子に優しい体制だからだろ。いじめられっ子は学校に行けない構造。いじめられっ子もところ変わればいじめっ子だから。特にネット、本質的に終わってる。昔から言われてるけど、不登校でどうにかなるのは根性と才能がある人だけだ。この現実を親は子供に教えないといけない。別にどうにかなると思ってるから不登校になってるわけじゃないだろ。そんなこと教えたところで、じゃあ、学校行くわとはならんし。気持ちの優しい子育ちのいい子は不登校になりやすいな。気の強い子すれてる子は学校にほぼ登校するよな。不良ほど学校好きだよね。ルールに従うのが嫌なら来なきゃいいのに。Google のロゴじゃないけど、ルールに従わない俺かっこよくないみたいな感じだろうな。別に学校じゃなくてもいいんだが、生きるための最低限の知能、努力は身につけさせないと。部屋にこもって誰かが面倒見る、ってのは最悪。不登
登校にを集めて、廃校を利用し、自立生活の営みをさせてあげたらいい。ってやっぱり学校か。群れさせたいんだろ。管理しやすくするために。厳しく育てたらブラック企業に利用されて過労自殺になるだけじゃん。ブラック企業に入社をしなければいいんだよ。それは、学校に行かなくていいってことじゃん。会社も学校も選べるだろ。選べるという割には、家で勉強、家で仕事をガンとして認めないのが多いね。甘やかした分だけ頑張るわけじゃなかったということです。許す認めるを過剰化した母性は廃人しか生まない。君のその教育方針は君の子供だけに適用しろよ。甘やかされたオス男のように現実のわからない人間になる。愛されてない奴が成功できるわけないね。小中には本当にとんでもないのが、クラスにはいるからな。同じ人間とは思えないけど、それで区別したら差別になるんだよな。完全な池沼ならいいんだけど、中途半端な池沼が一番やばい。問題児が同じクラスに固まらないように分散してクラス分けしてるせいで、全クラスに変な奴が一人入る。どうせなら他の子に迷惑がかからないように問題児だけを集めた問題児クラスを作った方がいい。陰キャとか手伝わないとか協調性がないとかならいいけどね。変な奴って寂しがり屋というか、他人のことが気になって仕方ない奴で、いたずらとかちょっかいとかしたりする奴なんだよね。そうやって協調性で脅して個性を潰していくことに、快感を得てるタイプってのは、取り柄がない子なのよ。取り柄がない子はいっぱいいるよ。でも、それを認めたくない子が、厄介なんだよ。まあとにかく今の学校は、悪い大人にいいように利用されて損をするための場所だね。いや、君はその悪い大人に騙されずにうまくいってるんだったら説得力があるんだけど、文句を言ってるということはそうでもないんでしょ。損に気づいたから発言してるとは考えないのかな。それが学校に通った結果か。世間は顔差別、年齢差別、性差別、何でもありの意地悪集団だ、ということを理解しないといけない。そしてこちらが金を払う時だけ必ず嫌がらないということ、野良猫と同じで餌をやる時だけ必ず受け取るのである。そういうのはさ、この世の不公平をなくしてから言ったら、まあ、読み書きそろばんを習得するのは、自力でできる時代だね。問題は学歴が必要になるってとこ。自営業や起業するにも、最低限、商業高卒は必要になる。中卒では話にならない。起業は誰でもできるけど、上手な商売はなかなか難しいね。学校は帳簿の付け方を教えてくれるだけでしょ。大抵は、親も経営者で、子供には順序を踏んで経験を積ませる、ってところかな。子供にも経営の才能が必要だが。ネットビジネスは自分で試行錯誤して成長するのが生きがいになるね。同じようなことでうまくやってる奴を見てるから自分もいつかはとね。ネットビジネスは金になるね。ただ認知度と金がなければ、大企業に食われるケースも多いようだが、LINE も作ったのは韓国じゃなくて日本の企業だっけ。問題なのは教育じゃなくて集団行動なんだがな。教育に関する全ての要素を学校に集約して閉鎖空間にしてるのが一番の問題。いじめとは、集団生活の不適合者を排除する行為、変な奴を排除すること。だから、いじめられる子は、集団生活ができない子なので、どこに引っ越ししてもいじめられるのは変わらない。どうしてかと言ったら、みんな競わされているからよ。不登校が増えてるなら不登校向けに配信需要あればいいけど、まあこの国じゃ無理だな。嫌なら行かなくていいんだよ。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。